ちょっと待ってよ。いてて10時からって言ったんですけど、フライングフライングしました。イエイ。明るく照明が暗かったので明るくしたよ。目がショボショボするのやばい。こんばんは。今日はパシフィコ横浜で写メ会という名の握手会という名の写メ会がございました。前髪何点？今日は73点。そう、目薬ね、あっちにある、届かないところにあるんです。さっきホームボタン押しちゃった、てこずって。こんばんは。いつもと雰囲気が違う。嘘、なんだろう。あ、アミルンにアイメイクしてもらったんですよ。わかんないけど、ギョロ。アミルンに、なんかいつも握手会の時はすっぴんでお家を出て、それですっぴんで出るか、ちょっとベースメイクだけしてお家出ることが多いんですけど、今日もベースメイクだけして握手会会場に着いて、で隣にアミルがいたから、そう、アミルの目がキラキラしてたので、でもそのメイクやってっつってやってもらいました。そう、めっちゃ可愛かった。アミル、キラキラメイク。いつもさ、なみ化粧しても全然なんか薄いというか、化粧してるって言われることが多くて、だから今日はちゃんとアミルンメイクだったので、お化粧してる感じが出てよかった。今日は一人部屋じゃないです。今日は前田玲子、今日もか、前回も前田玲子、今日も前田玲子と相部屋なんですけど、まだ帰ってきてない。前田玲子と相部屋です。楽しい予感がする。確かにいつもより濃いめだったかも。本当？ちゃんとしたメイクっていう感じをしました。ふわかしてるようで実は変人な。いい、こんばんは。そうなんですか、ふわかしてますか。れいこは今あれです、撮影。ことちゃんと会えたよ。部数じゃない、部も一緒だったんで、部屋は違うけど。エアアクションお願いします。はい。この握り方、最近アミちゃんと一緒の部屋なのね。でもずっとアミちゃんとさっき話してました。アミちゃんと話すとき大体爆笑してるんですけど。話すというか爆笑してる。
痛すぎてぬいぐるみ乱語乱語乱獲乱獲しても乱獲の意味だ。コトペ今日の波すーちゃんそっ嘘すーちゃん似てますか。東京には現金持ってきた。今日はなんか最初電車に乗る時間を決めて家出たんですけど現金入ってないって思った気づいたから1本電車を遅らせて現金を下ろしてから1本遅らせて電車乗りました。本当に小銭しかなかったからさすがにやばいと思って、でも電車は結構余裕を持って行くタイプの人間なんで全然余裕でした。今日のメイク大阪でもやって OK、 アミルに聞いときます。じゃーん、ナミちゃんに会いたい明日。そうだよ、明日もチャメ会ですよ。ナミの配信楽しくていいよさ、嬉しい。ポニョさん嬉しい。今日目元メイク変え、そうなの、変えた。目配信目配信で、そうめっちゃキラキラのアイシャドウつけます。ピー、三つ編みな、そう三つ編みしてたんですけどほどいちゃった。今や自販機もキャッシュレスね。あ、眉毛かな。そう今日めっちゃ眉毛凛々しくなってめっちゃしっかり描いたんですよ今日は。眉毛かな。じゃあみほんと可愛かった、嬉しい。そう三つ編みはめっちゃよくやってたんですけど昔は、なんかでも最近は首に髪の毛があるとなんか落ち着くようになっちゃって、固定ヘアがそう下ろしてるからなんか首に髪の毛がないと安心しなくなっちゃってプライベートとか普通に何もない日はいつも下ろしてる。ナナホに会えた。一緒にケータリング食べましたお昼。なんかねナナホ足痛そうだった、痛そうにして。ワカポンがナミミは関西弁に染まらんよなって話題になって、確かに染まらない。でもなんか自分でもなんか染まったような言葉を言ってると気づきます。あ、今なんか言ってるわってちょっと違う、なんか東京の言語でも大阪の言語でもない中途半端な言語を喋ってる。同期で同じ部屋になったことない子いる、ケイトちゃんとか。え、結構逆になったことある人の方が少ないかもしれない。でも遊びに行ってるから、遊びに行ってそのままなんか一緒にいるってことは分かったけど、ケイトちゃんとかはないな、ハーサとかもない。多分最初はあれなんですよ、チーム付きの研究生時代のあれでやってたから、アミちゃんとかコトちゃんが多かった。ほんまでんな。10月の握手会、早くナミちゃんに会えたら嬉しい。会おうね10月。いた。こんばんは、初めて来ました。
ともしるフィンさん、ありがとうございます。顔が東京っぽいとどういうこと、東京顔。東京、東京でもおばあちゃんとかお母さんも東京なので、江戸っ子、江戸っ子だから東京顔なのかもしれない。東京の血を引いてもわかんない。ドラさん M 字、そうそうそう、こんばんは。磯ちゃんみたいに関西弁ね、磯さんめっちゃ映ってましたよね、関西弁。そうそう、一人部屋で泣いてた時もあった。あでも最近はなんか一人暮らしだったから、一人暮らししてると逆になんか一人がいいなって思う時もあるんですけど、一人がいいなと思うのかなと思ったら意外と全然大丈夫でした。今日のお洋服はヘザーです。ヘザー、言い方イントネーションがか、ヘザーのこれなんかつながってるんですけど、ビスチェとロングスカートでつながってるやつ。昨日をヘップで買いました。明日はめっちゃ可愛いお花柄のあれをワンピースを着るんですけど、あれはマジで一目惚れをして買いました。よし、こんばんは、送ってきて。お、10月20日の名古屋グッズショット、お、とろー。そうね、なんかさ応募期間中とかさ10月とか見てまだまだじゃんと思ったけど、案外もうちょっとですよね。びっくりする。髪の毛耳にかけてるの好き。ほんと？そう、今日はなんかあれ、なんかね昔にね姫カットしてた時代があって、それがなんか伸ばしきれなくて、切って伸ばして切って伸ばしてってしてたらこんな長くなって、触覚みたいな感じになってるんですけど、ない方がいいですよね。なんかメイクさんとかにもさ、なんか耳かけ自由の時とかどうしようって言ってると、しない方がいいよって言われるんですよ。かゆっ、耳かけ。名古屋はサインなし当たらないぐらい。そっか、違うのか。二人部屋だとテレビと照明消して寝る。あ、でもレイコはなんかアミちゃんと二人部屋時はなんかナミがお風呂入ってる間にアミちゃん寝ちゃうんですよ。だけどさ、レイコはさ、ナミがお風呂上がっても起きてるから、でもどっちかが早く寝るのか分かんないんですよね。寝て、でもこの前レイコが寝てるの気づかなくてずっと一人で話しかけてたレイコに一人でずっと話してた。ポニーテールはもうね、輪郭大公開って感じだからちょっとね嫌です
そう、最近東京山沿い住んでいるお母さんのお兄さんが遊びに来て、最近野生の猿とイノシシが畑に来る。そうなんですか、東京にイノシシいるんだ。猿でもそういう動物ってさ、どこに隠れてるんですかね普段、冬眠。今日実家に帰ってないです。深夜にアニメ見たる。見てない。なんか人に、今はお家だとテレビつけっぱで、電気つけっぱで寝てるんですけど、そうホテルとかだと真っ暗でも寝れる。逆に バレー女子負けちゃう。あ、そうなんだ。でもさっき見てた。アイビアでめちゃめちゃ寝相が悪かったことでもあれだからベッドは一人一つなんで、わかんない、寝相悪い人わかんない、どうなんだろう。未来とかなんか悪そう偏見。未来は悪そう。上からマリコ、ハーフツインか。ハーフツインもしてもいいんですけど、なんかもう二十歳だしって感じの思考に至ってる前田玲子クイズする。何それ何それ。最近のことエピソード、あれことエピソード、ことエピソード、ことちゃんのエピソードない。ことエピソードないですね。なみちゃんが自分はこの髪型似合うって思う、ヘアレンジ。なんだろう、巻き髪下ろしてるのが一番しっくりくる気がする。クマ見たことない、野生の。ショールームってドラフト時代どうしてた？ショールーム、ドラフト時代はなんか顔出ししてなくてずっとラジオ配信してたんですよ。それでさ、なんか200人ぐらいしか来なくて、300人、多くて500人とかしか来なくて、何時間もやって、何時間もやってないけど、それでさ、なんか歌ってくださいって、なんか声だけだから何もすることなくて、歌ってくださいって言われて、な、一人でなんか画面見ながら歌ってました。懐かしい。なみちゃん口開いちゃう癖あるあるあります。一緒のベッドで寝る子いな、あみちゃん。あみちゃんは一緒のベッドで寝たこと何回もあるWi-Fi 繋がってる？繋がってると思う。クマさんや、クマさんや、かわいい。めっちゃ前のコメント読んでた。ふみちゃんのショールーム久々来れて嬉しい、ありがとう。そうそう、なんで顔出し、なんかわかんない、そこまで勇気がなくて、勇気がないというか、
なんかショールーム審査だけじゃないなと思ってて、その時はショールームわかんないでもしとけばよかったなってめっちゃ思いました。後悔した。明日の髪型のどうしよう。明日は可愛い花柄のワンピース着るんですけど、どうしましょう。髪型どういうお、なんかありますか。ポニーテール以外でポニーテール以外で。なみんちゃんピアノ習ってたことあります。エレクトーン習ってました。7年ぐらい習ったの。7年じゃない、小2ぐらいから中、結構習ってました。明日は2部早いです。朝早いんですけど待っております。明日もシャメ会です。何にせよなみちゃんが NMB に来てくれて嬉しい。こちらこそ嬉しいです。そう言っていただけて。ミックス巻きいいね。なんか LINE が来たぞ。そう、どういう感じにしようかしらと。明るすぎか。うわ、何時だ。10時半ぐらいまでやりますね。じゃあ玲子が帰ってきそうなので。スピンでショールームは絶対やらないです絶対やだ。激おもろな子帰ってこない、帰ってこないです。でもナミはちょっと予想してました。今日のアイビアレイコっぽいなってちょっと予想してたねじりハーフツイン、おお、かわいい、かわいいな。それはねじりハーフツイン。じゃあハーフツインをちょっと頑張ってやろうとして、結果、ま、ただの巻きでもごめんなさいっていう感じにします保険をかけとく。ちょっと似合わなかったらちょっと即外すふふ。予想の根拠、前もレイコだったんですけど、なんか今回も多分ね、なんか感じました、レイコだなって感じました。ナミちゃんお肌きれい。どえー、そんなめっちゃ、もう加入した当時めっちゃもう本当になんかストレスかなんかわかんないんですけど、めっちゃめっちゃ荒れて、中学生の時に結構肌荒れ してたタイプなんですけど、高校になって治ったんですけど、ネームB入ってからめっちゃ荒れて、そう、でもなんかね治りました。慣れてきたのか知らないけど、いやなんかあれ飲んでます。ビタミンとかハトムギとかのサプリ飲んでる。サプリメント頼みです。スキンケアはなんだっけ、あのね韓国の CNP っていうやつか、あのハトムギ、普通のハトムギ使ってる。ロッキーなら誰と相棒したい。マリンちゃんかユウカちゃん、
ねじれポニーテールしてほしい。嫌です、ポニーテールはしません。こんばんは、こんばんは。レイコ以外やと次誰と会えるんだよ。みんなとなりたい。全然誰とでも行ける女なので。USJ に行ったことありますか？あります、年パス持ってます。でもね、全然行ってないんですよ。まだ多分元取れてないと思う。まだ取って1回しか行ったことないので、これからどんどん元を取りたいと思います。チョコラ BB、 あ、なんかあれちっちゃいやつ、 DHC のサプリメントとか外国のビタミンのやつとかめっちゃ飲んでます。飲まないとね、やってらんないくなっちゃいました。逆にハトムギ、私もね、ハトムギ化粧水いいですよね。 NMB の劇場公演の時のメイクもハトムギかビタミンの化粧水を選ぶ感じですよ。ふふ、のみちゃんサプリメント、うん、サプリメントオタク。でもね、でっかい錠剤飲めなくて、そう、粉がまず飲めないんですよ。でっかい錠剤も飲めなくて、だからオブラートに包んで飲んでる。最近お気に入りの化粧品は何ですか？最近お気に入りの化粧品はなんかね、韓国のめっちゃキラキラしたアイシャドウです。クリオのアイシャドウ。アイビアドラさんだけ、あ、すずさんとなったことある一回だけ。さっきアミルの配信でマリンと一緒、うわ浮気だ、アミル浮気しやがったな。マリパンマンとユーカちゃんタイプ違う。そう、なんかでもなんか落ち着きます、隣にいると。ユーカちゃんもマリンちゃんも年が近いっていうのも多分あると思うんですけど。最近どんな歌聞き、最近はめっちゃアイドルさんの曲とかバンドとか結構聞いてます。いろんなの聞いてます。飲まないって言ってるじゃん、サプリメントですよ。そう、オブラート、オブラートはなんかね、アンパンマングミにさ、オブラートついてるじゃないですか。それでオブラートに出会って、そう、オブラート大好きなんですよ。お腹空いたらダイエット中とか、お腹空いた時オブラート食べてた。めっちゃ体に悪そう。リップ何使って、これわかんないんですよね。これメイクさんに言ってもらったイブサンローランのめっちゃピンクのやつ、青みピンクのやつ。チーヒーさんと会えるような、緊張する。緊張するのでダメです、無理です、緊張しちゃう、寝れないと思う。よかったら名前覚えてしな、ほだか、ほうくん、オッケー。音楽はアップルミュージック、アップルミュージック、そう、アップルミュージック。そうそう、オブラート
た。そう、めっちゃでも緊張しますよね。普段さ一緒にさ暮らしたことがないさ人と同じホテルでさ押し合い部屋になったらさ、その人のなんか私生活とかが分かるというか、その人に私生活をさお届けするってことじゃないですか。だからめっちゃ緊張する。すずさんと一緒の時とかめっちゃ緊張しました。普通に寝れはしたんですけどめっちゃ緊張した。今日はね前田玲子です。ライブや普段お家でめっちゃ裸族というかなんか服着ないんですよ、寝る時とかも。だからホテルでなんか服着て寝ると緊張してなんか逆に寝れなくなります。緊張します。先輩とは同期は全然緊張しない。後輩6期生のこと相部屋になってもなんか逆に緊張しそう。気を使わなきゃみたいな感じで。26分です。ぜひ相部屋をね。変態がいるぞ。今日はちゃんと持ってきましたよ、パジャマ。なんかねマイメロのねパジャマを持ってくるか普通のちゃんとしたパジャマ持ってくるか悩んだんですよ。なんかこれでさ先輩とさ相部屋だったらさなんかマイメロのパジャマ着てんのめっちゃ恥ずかしいなと思ってなんだこいつと思われるなと思ったから、そうあかりんさんのアミュのパーなんかスウェットみたいなのにしたんですけど、でもレイコだったからマイメロ持ってくればよかった。レイコだったからマイメロ持ってくればよかったなと思いました。レイコだったら着なくていいな。さすがにちょっとね。はあ、面白い。よし、じゃあ27分なのでランキングを読みたいと思います。13位ヨシラッシュさんありがとうございました。12位がイグネコさんありがとうございました。11位がふうくんありがとうございました。10位がハットーさんありがとうございました。9位がスナスナさんありがとうございました。8位がなんだこれ読めない、待って、のなののるののくのくりりさん、わかんない、ごめんなさい。8位カムサハムニだありがとうございました。7位がサトシさんありがとうございました。6位が前田さんありがとうございました。5位が坂口さん、指入ってた、ありがとうございました。4位がキノピータンありがとうございました。2位が違う、3位がヒサオさんありがとうございました。2位がふうくんありがとうございました。1位が吉村さんでした。顔丸太った、ありがとうございました。イエーイ、パチ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 、わわわわ、パチパチ。明日も幕張メッセじゃない、
パシフィコ横浜で握手会という名の写メ会があるので、当日券とおしましも使えるので、ぜひ2部の2部からお待ちしております。来てね、待ってます。顔だけでパチパチを表現してる。パチパチパチ。ありがとう。今日何時に寝る？わかんない、レイコだから。ありがとうございました。バイバーイ。寝ないけどショールームではお休みと言っておきます。バイバーイ。おやすみなさい。バイバーイ。